おはようございます、今日の話は漂えど沈まずという開高健さんの本の中から漂えど沈まず同じ土台で書きました。小説家開高健が書き残した名言の中でもとりわけ人気の高い名言中の名言、小説家自身が書いているところによると、これはパリがルテチアと呼ばれていた頃から掲げている市のモットーで、パリ市の紋章にはセーヌ川に浮かぶおかけ船のデザインとともにこの文言が書かれている。原文はラテン語では、フランス語ではなくラテン語である。揺れても沈まずと訳する人もいるが、小説家はこれを漂えどと沈まずと訳した。時には読点をつけて漂えど沈まずと表記したりもした。揺れても沈まずに比べると言葉としての奥行きも深さも段違いである。古い古い時代からのパリのモットーなのだ。言い得て妙だとは思わないか。パリが誕生してから500年か600年、あの町の歴史を見てごらんなさい。風に打たれた波に揉まれ、しかしその歴史は漂えど沈まずという一言に見事に要約されているじゃないか。男の本質、旅の本質はまさにこれなのだ。この言葉を書くとして私は一作を書こうと以前から考えているんだけれども、未だに書けないでこうして君たちのよろず相談をやっている。こういうことを早くやめなければ私は溺れてしまう、沈んでしまう。漂ってはいるが沈んでしまう。漂えど沈まずはパリ市の紋章に書かれているラテン語だという。長く長く続く歴史の中でパリ市は戦争に翻弄され続けた。ある時は他国に占領され、ある時はテロ攻撃にさらされた。しかしまさに漂えど沈まずだ。また悠々として急げという言葉がある。このゆっくり急げと同じラテン語だが、こちらの訳も深みがある。不正室のアマチュアゴルファーと言われた中部銀次郎や作家の開高健が好んだ言葉だ。二人とも悠々として急げという題名で本も出版している。ゴルフはスピーディーなプレーをしなければ周りが迷惑する、だから急がなければならないが、しかし悠々として王者のごとく急ぐこと、余韻の残る王者のゴルフを目指すなら。人生は結局どっちの道を行っても同じ、どの列に並んでも同じと腹をくくることだ。間違ってもうろたえて人数が少なそうな列に並び替えるなどということはしてはならない。